皆さんこんにちは、ひなです。本日はですね、ウェイクメイクのホリデーコレクションを使って、メイクをねちょっとやっていきたいなと思います。もうね今ちょっと完成している状態なんですけども、普段の私とはちょっとまたね違うそんなメイクをやってみました。このウェイクメイクのねホリデーコレクションの今回のテーマが、日常生活でもホリデーを感じられるコレクションムードをイメージしているそうなんですね。特別感があるようなそんな感じのメイクをしつつ、でも普段でも取り入れやすいそんなメイクをねちょっと私なりにやってみました。でそのホリデーコレクションのアイテムがこちらになります。まずはこのアイパレットでしょ、そしてこのマキシグロスで、このマルチカラーパウダーが販売されるということなんですけども、もうめっちゃねもう見た目がまず可愛いの、すごくテンションが上がるんですけど、このねアイテムそれぞれキャッチフレーズがあって、まずこちらがきらめくピンクラベンダーメイクが楽しめるアイパレット、そしてほのかなパールで唇にボリューム感を演出できるマキシグロス、そしてこちらトーンアップして素肌に光彩を集めるマルチカラーパウダーとなっています。私自身がもうすでに何回か使ってみているんですけども、見た目だけじゃなくて本当に発色だったり使用感だったりとか、それも含めて全部可愛くてめっちゃ使いやすかったので、コレクションテーマに沿ってラベンダーグローメイク、まあ、こんな感じでちょっと仕上げていきたいなと思います。よかったら最後まで動画を見ていっていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、ではねメイク始めていきたいと思います。もう下地をね先に塗っている段階になるんですけども、まあ、今回がラベンダーグローメイクっていうものをねちょっとやっていきたいなと思っているので、下地はちょっとブルー系のものを使ってみています。まあ、さらにこれでねトーンアップ感とかを出した方がポイントメイクだったりとかも合うのかなと思って、ちょっとこれを選んでみたんですけども、この後からちょっと進めていきたいと思います。はい、でまず使っていくのがちょっとこういうねクマだったりとか赤みがある部分の色ムラをカバーしていきたいので、こちらのコンシーラーパレットを使っていきたいと思います。リファイニングカバーコンシールフィットパレットですねの01番を使っていきたいと思います。6色カラーが入っているんですけども、これをちょっと使ってクマだったりをカバーしていきます。まずはオレンジ系を取って目の下に入れます。これもめっちゃ使いやすくてお気に入りですね。まあね、今回はもうほんと透明感みたいな感じでやっていきたいので、なるべくこう赤みだったりとかはちょっと消していく感じでやりたいので、その辺をちょっとやっていきたいと思いますね。ある程度お顔にのせましたらスポンジで叩き込んでいきます。あ、さっきよりはちょっとこう赤みだったりとかがカバーできたかなと思うので、次はファンデーションを使っていくんですけど、ファンデーションはこちら使っていきます。ウォーターグローコーティングバームファンデーションですね。私はカラーが02番のものを使っています。9点メガネの時にも購入したアイテムになるんですけど、めちゃくちゃ良きです。ちょっとねバーム系のファンデーションになっているんですけども、これからの時期にもすごくいいんじゃないかなと思います。でこういうねブラシがついてるので、まずブラシにこう取りまして、お肌にのせていきます。ちょっと反対ずつやってみますね。こんな感じでスッと伸ばす。でスポンジでトン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 としていきます。こっち今塗った方なんだけど、めちゃくちゃ綺麗なの伝わりますかね。本当にこうムチッとした感じのお肌になれるので、これも最近すごく好きですね。こんな感じで今片方塗ってみました。やっぱ違いますよね全然。じゃあちょっと片方ももうパパッと塗っていきたいと思います。はい、そしたらですね続いてはパウダーを使っていくんですけども、パウダーは一番最初に紹介したホリデーコレクションのものを使っていきたいと思います。使っていくのがこちらですね、ウェイクメイクのステイフィクサーマルチカラーパウダーの04番ペールラベンダーを使っていきたいと思います。これはですね3色のカラーが組み合わさっていて、くすんだお肌色を綺麗にトーンアップしてくれるようなパウダーになっています。でこの04号のペールラベンダーのカラーなんですけど、既存の1から3号とは異なってイエベもウルベも使えるカラーパウダーになっています。ほのかにシマーなヌーディーラベンダーとピンクカラーに輝くホワイトパールが細かく入っているホリデー限定のカラーなんですけども、油分量をねこうコントロールしてくれて、鼻筋とか両頬、あとはこの眉上の部分とか、この辺りをね立体的に演出することができる、そんなパウダーになっています。
私自身はベースメイクね作っていく段階の時はめちゃくちゃツヤ肌が好きなので、こうパウダー選びってすごくこう気をつけているんですね。なんですけどこのパウダーめっちゃ良かったです。やっぱりこの3色入ってるっていうのが一番大きいのかな。すごくねこうお肌がまずトーンアップしてくれるような感じと、ちゃんと抑えるところは抑えてるのに、でサラサラっとした感じになるんだけど、ツヤ感っていうものも忘れずにちゃんとねこう残ってくれているので、そのあたりがすごく好きで今ハマっているパウダーになってます。こういう風にねあの付属のパフがついてるので、これでねこう使っていただいてもいいかなって思うんですけど、私はね結構あの自分の持ってるブラシで使うのが好きなので、それを使ってやっていきます。ちょっともう大きめな筆に取っちゃってくるくるとちょっとトントンってやって、分かりやすくちょっとこっちの方からやっていきますね。でこれをまずちょっと眉からさっさっさっと、はい、今ねちょっとこっち側だけ塗ってみたんですけども、結構ね肉眼だとめちゃくちゃね光沢感だったりとかそういうものが演出されつつ、抑えるところは抑えながらっていう感じで、お肌もねさっきまで結構ムチッとしてた感じが少しこうサラッとした感じになったんですけど、こうやって画面で見た時とかにも多分この辺かな、ほうれい線あたりとかこの辺とかはすごいこう立体感が出てるんじゃないかなと思います。そう、自然になんかこういう風に見せてくれるのでめちゃくちゃいいですよね。これは全体に塗ってもめちゃくちゃいい感じに仕上がってくれるので、こんな感じでちょっと全部最後仕上げていきたいと思います。そしたら次眉毛に入っていきます。眉毛はですねこちらを使っていきます。こちらもウェイクメイクのものになるんですけども、ウェイクメイクナチュラルハードブローペンシルの私は01番ナチュラルブラウンをちょっと使っていきたいと思います。でこれはこんな風にブラシ、そしてあのペンシルがねついてるようなタイプなので、まずはブラシを使って眉毛の毛流れを整えます。私はね眉毛アートをしているのでめちゃくちゃ描くわけではないんですけども、やっぱりこうメイクをするときとかは少し描き足す方がバランスが取れるのでいつもやってます。でまあ大体こう眉尻側だけ足すような感じ。これがねちょっと斜めカットされてるからすごい描きやすいです。はい、眉毛が終わってそのままもうね、シェーディングもパパッと入れちゃいました。こことあとこのね眉下鼻のところにも入れちゃった状態なんですけども、次は今日のメインのアイメイクやっていきます。使っていくのがこれですね。もうめちゃくちゃ可愛いこちらのねアイシャドウパレットを使っていくんですけど、こちらの商品名がソフトブラーリングアイパレット23号のミスティックラベンダーブラーリングっていうものを使っていきたいと思います。私自身もこのアイパレットは他のカラーを持っていてすごく使いやすくって、もうこれだけね16色も入ってるので、もう1個これ持ってれば完璧に仕上がるみたいな感じのアイシャドウパレットだなって実際に使ってて感じてるんですけど、そこからこのねミスティックラベンダーってことでちょっとこうくすみ系のピンクだったりだとかそういったカラーが入ってるような今回はパレットになっています。で先ほどもねちょっと言ったんですけど、16色から20色まで豊富なカラー展開で、マットからシマーグリッターまで様々なテクスチャーが楽しめるアイパレットになっているんですね。で今回のこのミスティックラベンダーブラーリングのカラーなんですけど、ヌーディーなピンクラベンダーと神秘的ホリデーサテングリッターで構成されています。ピンクラベンダーカラーのメイクからスモーキーメイクまで様々な演出が可能となっていて、今までのソフトブラーリングアイパレットにはなかった9種類のシマーパールとグリッターになっていて、好みに合わせて好きなパールをのせて多様なメイクができます。で、まあ、やっぱね9種類のパールで構成されてるっていうことなので、シマーからグリッターまで好きなパールを選んで重ね塗りできちゃうっていうところも魅力かなと思います。はい、ではねちょっとこれ使ってアイメイクやっていきたいんですけど、ちょっとこう片方ずつやっていこうかなと思います。まずはこちらのカラーですね、この色を使っていきます。大きめのちょっと筆に取ってアイホールにのせていきます。そしたら次に私は今日ここのカラーですね、これをまた大きめのちょっと筆に取って二重幅より少し広めにのせていきます。いや本当に私自身ねこれを使ってみて思ったのが、イエベなんですけどこんな私でもめちゃくちゃ使いやすくって、で本当に簡単におしゃれな感じで目元をね作ることができるので、めっちゃおすすめのアイシャドウパレットですね。ちょっと今マット系で全部
着てみたんだけど、で、今ちょっとラベンダーピンクみたいなカラーをここ入れたので、次ここちょっとブラウンを使って、このブラウンもめっちゃ濃いブラウンっていうよりは濃すぎない感じというか、ピンク味がかかっているようなそんなブラウンなんですけども、これをもう二重幅あたりにガッと塗っちゃいます。引き締めるような感じ。はい、こんな感じです。かわいい、めちゃくちゃ。そしたら次にここのカラーですね、濃いめな感じのブラウンでちょっとこうシアな感じの、カラーになってるんですけど、これを平らのブラシにとってこうラインを引くような感じでやっていきたいと思います。本当に発色がめっちゃ綺麗なのでスッてかけますね。うん、そしたらこのね、可愛いピンクのキラキラグリッターをね、目の下に入れていこうと思います。めっちゃ可愛いんだこれが。どうだろう、伝わるかな。まあ、今回はラベンダーメイクってことなので、ちょっとこの目頭の部分にこの明るいね、こちらのカラーですね、このカラーをちょんちょんって最後取りまして、ちょっと目頭のところに入れてみます。まあ、こっちの方がパッて明るく見えますね。でラストですよ。もうこのね、グリッターがめちゃくちゃ可愛いんですけど、このキラキラをちょっと乗せていこうかなと思ってます。指で取って、すごいんだよこれが。本当にこれをちょっと黒目上にちょんと乗せて広げる。はい、こんな感じで今片方アイシャドウやってみました。めっちゃ目がキラキラに伝わるから。はい、じゃあね、こんな感じで反対側も全部やっていきたいと思います。はい、両方アイシャドウ塗りました。こんな感じです。いい感じ。そしたら、先にマスカラを塗っていきます。マスカラもウェイクメイクのものを使っていくんですけども、こちらですね、ウェイクメイクのラッシュテンションアップマスカラで、こちら01番のスリムフィックスアップっていうものを使っていきます。これめっちゃすごかった。片方塗っていきますね。今こっち塗ってみたんだけど、わかるかな、パキッとした感じ、締まりますよね目元が。また下まつげも塗ります。全然違う反対もやっていきます。はい、そしたらチークですね。チークもウェイクメイクのものを使っていくんですけども、こちらの商品名がウェイクメイクシアレイヤリングデュアルブラッシャーの08番ドーンピンクを使っていきます。ここがこうピンク系のもの、こっちがちょっとハイライト的な感じのものが入っているので、もうこれを私はもう同時に混ぜちゃって使っていきます。今日はそうね、ちょっとこっち側寄りで、どうだろう、ツヤが出たの分かる、こんな感じで少し血色も出つつみたいな感じで、めちゃくちゃ可愛いです。これもで少しこういう風に顎と、私はお鼻にも少し今日は足したいなって感じなので、鼻にも入れちゃいます。いいんじゃないですか、ちょっと統一が出てきたかなと思います。じゃあ最後リップなんですけど、リップがまためっちゃ可愛いんですよ。このホリデーコレクションのリップになるんですけども、こちらの商品名がウェイクメイクのリュイジェルマキシグロスです。この12号のパーリーラベンダーと13号のヌードラベンダーですね、これちょっと重ねて使おうかなと思ってるんですけども、このウェイクメイクのリュイジェルマキシグロスなんですけど、あふれる光沢感でしっとりとボリュームが演出できるマキシグロスになっています。ベタつかずに長時間でしっとりと滑らかなグロー感が出てくれつつ、低刺激の涼しいブランピング効果もあるので、本当にね、唇がプルプルウルウルになって、ちょっとねラメが入ってるので、そのあたりもすごく可愛いリップになっています。でカラーなんですけど、12号のこのパーリーラベンダーがちょっとピンク味のかかった感じの色になっていて、派手なパールで目立つラベンダーグロスになってます。で13号のヌードラベンダーはヌーディーなシマーパールが入っているラベンダーグロスです。単色で使ってももちろん可愛いし、重ねて使ってもすごい可愛いと思います。であともう一つね、これ01号のスパイシーマティーニっていうカラーなんですけど、爽やかなマティーニを思わせるような透明なブルーのグリッターが入っているグロスです。これはねもうすでに既存で販売されているんですけども、ホリデーコレクション製品として含めて販売するということで、こちらもちょっと紹介してみました。これもめっちゃ重ねて使うと透明感増し増しなので、すごい可愛いです。じゃあこれをね使っていきたいんだけど、まずこちらの12号のカラーですね、パーリーラベンダーっていう方を使っていきます。これねグロスなんだけど、これだけでもすごく可愛い。
ラベンダーグローメイクってことなので、やっぱツヤ感だったりうるうる感っていうのを出したいんですよね。目元とかがこんな感じでポイントにしてるので、ここにパキッとこう派手なリップ持ってくると結構主張が強すぎるかなと思うので、これぐらいがめっちゃバランスが良くて相性いいかなと思います。うん、プルプル上も塗っていきます。こんな感じです。つけた感覚はスーッとするような感じがあって、プランピング効果がね感じられますね。で、今ちょっとこのピンクの方で少し血色感みたいなものが出たかなと思うので、こっちの13号のヌードラベンダーをまたさらにちょっと重ねます。ヌーディー感伝わるかな。大人っぽくなりますねこれ使うと。はい、リップ塗りました。めっちゃ可愛くないですか。バッと主張が出てる感じじゃないんだけど、この大人なツヤ感がもうたまらなく可愛いなと思って、はい、これもめっちゃ気に入っております。はい、じゃあこんな感じでメイクは一旦完成したので、あと残り髪の毛とかちょっとセットしていきたいと思います。はい、というわけで髪の毛ちょっと今日はこんな感じでやってみました。最近ね、前髪をこういう風にバツッと切りましたので、今日のメイク的にこんな風にした方が合うかなと思ったのでやってみました。なんか本当に私自身がイエベなんだけど、めちゃくちゃ全部使いやすいアイテムになってて、こう全然ね馴染む感じで派手になりすぎないので、本当に日常で使いやすいアイテムばかりで気分を高められるようなメイクができるので、かなりかなりおすすめでございます。普段のメイクにももちろんいいかなって思ったんですけど、私個人的にはオケージョン系の時とかにもすごいいいかなと思った。こんな感じでね、お団子でピュッて出したりとかしてあげてもすごく可愛いんじゃないかなと思ったので、この商品を使っていろいろメイクやってみたいなっていう風に思いました。で、この今日ね使ったこのホリデーコレクションなんですけども、11月1日金曜日より2週間ロフトとプラザで先行販売中らしいので、ぜひよかったらチェックしてみてください。で、さらにオフライン購入の限定特典もあるみたいなので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。で、その他詳しい内容に関しましては概要欄の方にまとめていますので、そちらもぜひご覧ください。というわけで今日はこんな感じのラベンダーグローメイクをやってみました。ちょっといつもと違う感じで私もテンション上がってるんだけど、めちゃくちゃ可愛かったのでかなりかなりおすすめです。はい、では今日はこんな感じのメイク動画でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。